はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、はい、こちら今現在ですね、白ひげおでんの超別の洗練ガチャに、まあ、挑んでいるっていうか、にいます。で、今回なんですけど、この洗練ガチャで出たキャラクターでリーグバトルに潜っていこうかなと思います。はい、まあ、どういうことかというと、こちらのピックの中でですね、これおでんと白ひげとキングがいるんですよ。で、その中で、まあ、当たり一覧が3体僕全員持ってるんですね。全員持ってるので、で、その中で僕、洗練引けるということにさせてください。洗練引く権利があると。で、まあ、キングも持ってるんだけど、まあ、キングの方がやっぱり出やすいっちゃ出やすい。ピックアップなんでね。ピックアップなんで出やすいんですけど、洗練のうちに出たこのキャラクターたちでリーグバトルに潜ります。で、例えば、おでんしか出ませんでしたよとか、白ひげしか出ませんでした、なんだったらキングしか出ませんでしたってことも結構あると思うんで、その場合は1体だけです。だからどんだけ残り時間がギリギリでも、そのキャラクターしか使えないと。なんだったら正直僕白ひげ60レベルだから正直戦えないんだよね。だからこのガチャにするかシャンクスにするか悩んだんですけど、シャンクスは僕ブルーノとジャブラ持ってないんですよね。ブルーノとジャブラを持ってないから、そうなってくるとシャンクス1点狙いになっちゃうんで、多分洗練でシャンクス出てこない可能性全然あるかなっていうことで、ちょっとこれでいきます。ちょっと待って、他にもちょっと待ってね、ちょっと探すわ。別言、ちょっと待ってね。あー、でも一応ここもあるんだ。黒、でも当たり一覧ここなんだよな。ピックジャブラ角持ってないんだよ。だちょっとこれ難しいね。ってなるとやっぱり、まあ、ここでいこうかな。はい、これでちょっとやりたいと思います。ということで、じゃあ行きましょう。まあ、誰か出てくるでしょ、さすがに洗練やったら。で、これ当たり割合がいきますね。まずこうやってやります。で、当たり割合が、おお、殺すぞ 0%。 もうこれが1に、まあ、1ってか増えたら、まあ、リーグバトル挑めるの確定ですね。なので、まあ、ちょっとまずここが増えてほしい。さあ、いきますよ。200、300、まあちょっと100連でポン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 出てきてこないか。そんな簡単には出てこないか。なんかキングの確率もさ、なんか超別並みになんか低い気がするんだけど、なんか、あー、来た、早い、いきます。誰か来る？おでんがいいな。あ、キングでもいい。おでんだ。はい、ということで、まずおでん、獲得ということで、おでんは、リーグバトル使います。で、待って、ここね、ちょっとね、考えようか。まず引こう。まだ引いて、で、こっから、どんぐらい、どうだ、そんな簡単に出てくるから、700連目ぐらいまでちょっと引いちゃおう、これ。700連目までは、引いちゃって、出ません、一体も出ない。いや、これ待って、フェスゲンに切り替える。おでんとフェスゲンキャラにする？これ。どうしよう。ちょっと待ってね。どうしようかな。いや、こっちに切り替えようか。これ。1.5 億ダウンロードの第4弾です。これが、キングと、これしかもフェスゲーで当たりやすいやつ。内ちりサンジ持ってる、アルベルも一応持ってる、フランキー持ってるんで。これでいこう。おでんと相方探そう。相方。でもこれさ、70レベルなんだよ、おでん。で、リーグバトルだとめっちゃ迷惑かかるのよ。よし、行こう。これ残り、300連ぐらい。300連ぐらいあるはずなんで、行きます。300連のうちに、とりあえず1体出てきてくれれば全然いい。わ、フランキー将軍出たじゃん、今。フランキー将軍2回も出てんじゃん。フランキー将軍だったらな、80レベル持って、にょ、来た。僕、アルベルだ。アルベル。でも、アルベル60なんだよ。キング来てくれ、キング。キング出てきてくれれば全然あるんだが、今下がり続けてるね。じゃあ、残りどうだ。もう1個増えてくれ。増えろ。あー、増えない。あ、増えた。これちょっと、許してくれる？誰が来た？あ、キング！はい、ということで、今回洗練でキング1体、そしてアルベル1体、そしておでんですね。おでん、キング、アルベル。この、3キャラが使えるので、その3キャラで、まあ、誰を使うかちょっと決めていきたいと思います。アルベルな、60レベルだから多分おでんとキングになると思う。はい、ということで、じゃあこの2人でリーグバトル潜っていきましょう。勝てるのか、果たして。いきましょう。はい、実は私、最悪なタイミングでこの企画をやることになっております。S-、S 挑戦の時にこれです。待って、これ、一回だけリーグバトル普通にしちゃダメ？いや、やっぱりダメだ。この比率付きで行くべきか。行きましょう。行きます。そのまま行きます。いやー、本当だったら
多分動画外で裏で集中して多分やった方が、S のか、いやシャンクスとか使って多分行った方がいいんだろうけど、シャンクス2かで行った方がいいんだろうけど、やっぱりここは比率付きを求めたい。私は比率付きを求めるぞ。まずい、まずい、あ、まずいんじゃないのこれ、まずいんじゃないのこれ、どうしよう。おでん、いやキングで行きます。少しでもゲッターで少しでも力になりたい。あ、でもおでんもゲッターだ。いやでもレベル70なんだよ、おでんは。ちょっとでも力になれるとしたらキングだな。これ最初抜きに行っていいのかな。どうせあれでしょう。いやでもまあどうせやれんだったら行こうかな。絶対ロジャーで吹っ飛ばされるもん。分かりきってんだけど、でもとりあえず抜きに行きますわ多分。いや剥がされるんだよね確かキング。いやでも誰だったっけ、キングの攻撃無効化になっちゃうじゃんっていうのあったよね。まあでも行くしかない、とりあえず行きましょう。行っていいけこれ。とりあえず抜きましょう。抜いたよね、そうだよね、知ってるもん、メイ見たもん。勝てんよなこれは。おっと痛い。いやでもなんとか耐えたけど、これちょ早々に打つか、早々に打っといて、で抜きに行きたい、抜いてここで抜くすいません。とりあえずやれることは、あ、マジ、バブイボバブイボバブイボ、長押しできてなかった、長押しできなかった、まずい、ごめん。いや抜きに行きたい、また抜きに行きたいけど、抜きに行こうか、これ抜いちゃおう抜いちゃおう抜いちゃおう、これ抜いちゃいます、少しでも抜くわでどんどん抜く、来てる来てるよ来てるよ、 OK 抜いたからの、はいここ飛んで一回走る。うん、まあでもどうせどっちにしてもなんだよなこれあ、そっか、レイリーダメなのか。一回下がって、はいこれ、はいここ OK ドーン、吹っ飛ばす。いやーでも倒しきれないまだ倒しきれん、まあでもレイリーを引きつける、出たー、危ない、1よし OKKO、 まだある、1 1 2、わお、あ、さよならごめん、テンさんテンさん、危ない危ない、よかった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 、危なかった、ルースで助かりました、危ない、ハルタルソン、ハルタルソン、危ない、ハルタルソン、ハルタルソン、ハルタルソン、お、だっけ、いやブースト無理か、一回下がろう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 、これ無理だ無理だ、にゃにゃあれにゃ、あーごめんごめん、味方だった、オッケー、なんとかとりあえず、ちょっと待てよ、抜きに行きたい、白ひげか、シロちゃん、シロちゃん、あ、待って、突っ込んじゃダメ、1、1、2、3、 OK、吹っ飛ばす、で、そろそろ出る、そろ、ここドカーン、よし、ビスケット兵がうざいね、これビスビスが、ビスビスうざい、1、痛い、で、いや、意外と耐えてる、大丈夫、これ、溜まるから、今使ったね、ここ走って抜きに行った方がいいか、僕抜きに行こう、抜きに行きたいけど、でもこの3つ守んないといけないから、今ここ真ん中守んないといけないから、ちょっと僕突破できないんだけど、誰かディフェンダーさん来てくれ、ディフェンダーさん来てくれいやーこれいい旗、あ、抜きに行きたい、 D行こう、いやでもちょっと待って、真ん中これ抜かれるか、とりあえず D 抜きに行って大丈夫、まだある、16秒で、ここ抜かれるでしょ、あーでもどっちも抜かれそう、これいやー、ナイスナイス、なんとか守った、守れるか、守れ、あーごめん、旗守りに行くべきだった今、ごめん、あーでもどっちにしても抜かれてたか、どっちにしても抜かれてた、はははは、ごめん、いやーあれか、いやでも、いやどうなんだろう、真ん中だって守んない、いやでも抜きに行った方がいいのかな、どんどんキングで守ってちゃダメか。いや、でもいや、でもゲッターいっぱいいたからさ、ゲッターしかいなかったからみんな抜きに行ってたわけよ。だから僕、なんか、守った方がいいのかなと思っちゃったんだけど、どうだったんだろう。まあそう、ディフェンダーの人はね、ずっとゲージを貯めてくださったから、ありがたかったんだけど、残念ながら敗北という感じになりました。あ、でもそんな変わらんかったけど、あ、でも次勝てば、ワッチャー S チャレンジいけるな、これ。はい、というわけで、今回は、1000連で引いた、キャラクターで、まあ、リーグバトルやってみたんですけど、いかがでしたでしょうか。いやー、ちょっとこれは、今、ディフェンダーの一人でもいりゃね、僕がここで固まってたんだけど、ちょっとキングで待機は無理だったわ。
はい、ごめんなさい。ちょっともうちょっとね、ゲッターとしてどんどん抜きに行くべきだったなと思っております。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。